2024-25 損保 WE リーグ開幕節、今季こそリーグタイトルを目指す名門ベレーザとリーグ3連覇を目指す浦和の一戦です。12分のシーンです。ユース所属の藤崎からマイナスのボール、ワンタッチで先制弾です。島田、いや島田選手ね、最初こう落としに関わってからのこのゴール前までのランニング、そしてこう村松選手から離れるステップ、いやもうすごかったですね。はい、今季浦和の初ゴールは若きフォワード島田芽衣のゴールでした。0対1で後半に入ります。先制弾の島田からここ通して塩越のシュートでした。後半すぐでしたね、このシーンね、はい、いい間通したけど、この野田選手がねボールに対してしっかりとアプローチしてコース消しましたね。はい、そして47分のシーンです。ベレーザ北村からワントップ鈴木春日、難しい体勢でしたが打っていきました。いやもう後半始まってね、とにかくこう中盤気にせずゴールを奪いに行くんだっていうようなねシーンで、いいチャンスだったんですけどね、池田選手がねいいセーブしましたね。52分のシーンです。浦和この島田、周りを見て伊藤に預けます。そしてダイレクトクロス、ここに流し込んだのは藤崎でした。追加点です。優先で、いやもうシュートだけじゃなく本当にいろんなプレーがね藤崎選手がね光りましたよね。はい、ユースの藤崎 WE デビューで WE 初ゴール、起用に応えました。浦和の貴重な追加点です。そして59分のシーンです。ベレーザー、このスルーパス抜け出した山本、山本から青木、変わって入ってすぐに青木シュートを放ちました。いやこうベレーザーの方は変わった選手、本当にアグレッシブに前へ前へとボールを意識するプレーが非常に良かったと思いますね。はい、77分のシーンです。菅野の左足、わずかにバーの上でした。うん、狭いところですけどしっかりとねこうシュートをするようなエリアを作りながらね、いい持ち方だったんですけどね、惜しかったです。最後まで果敢にゴールに迫ったベレーザですが、ベレーザ対浦和の一戦は0対2、昨季王者の浦和が開幕戦勝利を飾りました。